こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。今日も海外のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、まず最初のお話はちょっとね、残念な話、ショック受ける方もいるんじゃないでしょうか。今年9月に行われるアーノルドクラシックオハイオ、本来3月の大会は延期に延期を重ねて9月に開催することが決まりました。そしてここに出てくるメンバーはめちゃくちゃ豪華です。オープンボディビル、ウィリアム・ボナクも来るし、スティーブ・クークのマックス・チャールズ、ニック・ウォーカー、ニック・ウォーカーに関しては初登場、ローリー・ウィンクラーも来る。ローリー・ウィンクラーとニック・ウォーカーのマスモンスター対決楽しみだよね。で、セルジオ・オリバジュニア、昨年のベストポーザーセルジオ・オリバジュニアは多分今年このアーノルドでしか見れませんとかね、本当にすごい豪華な出場選手なんですよ。で、そこにセドリック・マクミラン、めちゃくちゃね、海外のファンが多い彼も出る予定でした。昨年手を骨折してしまってオリンピアに出れなかったセドリック、この大会が復帰戦の予定でしたが欠場します。理由としてはまだその手の状態があまり良くないということで、復帰しきっていないということで、医者の方から出るのやめた方がいいとかね、まあそういった忠告も受けたりとか、そんなところで欠場を決めたみたいです。で、タイミング的にこの前アーノルドの話したと思うんですけど、アーノルドの発言でレッドコンはセドリック・マクミランがスポンサーを受けてる企業のね、偉い人がアーノルドのスポンサーから降りるって言って、まあ本当に降りてるんですよ。で、まあその自分のスポンサーの参加選手も出ないみたいなことを言ったんですよね。で、セドリックが今回出ないと言ったんで、それが原因なんじゃないか、そういうのが関与してるんじゃないかっていう話も上がってたんですが、そこはね、ないみたい、否定してました。なんで否定してるかってわかるかっていうと、セドリック・マクミラン大会には出ませんが、なんて言うんだろう、キャスターっていうか松岡修造さん的なポジションで来るみたいです。なので、いろんな、ね、実況にセドリックは回ります。なので、そのレッドコンワンとの確執みたいのは関係なかったみたい。事実、マックス・チャールズも、あと、アレックス・カンブロネロ、クラシック・フィジークだけど、彼らって、レッドコンワンのスポンサー受けてるんですが、大会に出るので、まあ、その辺はね、関係ないのかなと思いますが、ただ、どちらにしてもセドリック・マクミランが今年ステージで立つっていうのは見れないので、まあ、来年のアーノルドには出るみたいだけど、この彼の復活劇っていうのは来年までお預けかなと思います。次の話は、アマチュアの話なんですけど、これね、もう早くプロになってほしい。なんでプロにならないのってもうね、世界各国から言われているヴィンセンツォ・マソネです。彼はマスモンスターとして、アマチュアではもう残りわずかみたいなマスモンスター、ヴィンセンツォなんですが、ほんとプロからもね、でかいでかい言われていて、いつプロになるんだという彼が、今年ね、ノースアメリカンっていう、ニック・ウォーカーとかマーティン・フィッツ・ウォーターとかがプロになった大会に出てですね、プロカード狙ったんですが、ファーストコールにも呼ばれず、プロになれませんでした。クラスで優勝していれば多分プロになるんだと思うんだけど、惜しくも今年もプロを逃すということで、このデカさでだよ、このデカさで世界ではプロになれないんです。まあ、ちょっとね、コンディションが甘かったとか足のカットとか見てもね、全体的に甘かったんですよ。で、上半身はものすごくでかいし、背中の立体感っていうのもすごいんだけど、やっぱり下半身のボリューム、身長も高い選手だから、まあ、なおさらそうなんですけど、下半身の上半身見た時に下半身がすごく細く見えちゃったりとか、まあ、そういった弱点はまだあると思う。この上半身、まあ、下半身は置いといてください。上半身ですよ。このぶっとい腕に、特に背中、彼は背中が本当に強くて、背中の広さも立体感も本当に素晴らしいんですよ。バックラットスプレッドなんて本当一級品みたいな、ね、感じで、いつプロになるんだなるんだっていう感じなんですが、今年シーズンはね、終えてまた来年プロになるべく挑戦するみたいです。ということで、次はまた IFBB プロに戻るんだけど、あとね、二つだけ、二人だけ話しさせてください。まずは、ハディ・チョーパン。ハディ・チョーパンが今年6週間前にしてアメリカ入りしました。本当にこれはおめでたい。セドリック・マクミラン残念だけど、ハディ・チョーパンのおめでたさでひっくり返っちゃうぐらい本当におめでたいです。昨年は本当ギリギリまでアメリカ来れませんでした。そのせいで予選はほぼ準備ができなかったんです。で、決勝でまくったんだけど、もしもっと早くハディ・チョーパンが来ていれば、去年のオリンピアの順位は変わっていたって言われてます。そんなハディ・チョーパン、今年はもうアメリカ来ました。めちゃくちゃ長い期間準備できます。アメリカで。もうビザに悩まされる必要がない。あれ、めちゃくちゃストレスだったみたいなんですよね。やっぱり精神的とかにもね。もう飛べるかどうかもわからないしさ。それが今年はないんです。初めて 100% のハディ・チョーパンがオリンピアで見れます。めっちゃ楽しみ。そして、まあ、そのハディ・チョーパン優勝候補ですよ、もちろん。ただ、それを阻む、連覇をしたいと考えているのがビッグラミーでございます。ビッグラミーに関しては、本当に背中がビッグすぎてやばい。もう背中のこの、V の字っていうか、もうクをさ、ひらがなのクを90度曲げたみたいな背中のラインしてるわけですよ。本当に凄まじいウエストの細さからの背中の広がり。彼がまず間違いなく今の IFBB プロの中では一番
シルエットのデカさっていうのはやばいと思います。ニックウォーカーとかが筋肉量では結構いい線いくとは思いますけど、完成度って意味ではやっぱりビッグラミンにはまだまだかなわないところもあると思うし、今年のビッグラミンね、まあコンディション次第ですよ。彼に関しては完全に絞り次第で順位は大きく変わりますが、この感じを見る限り今年もね、本当にやばいビッグラミン見れるんじゃないかなと思って、めちゃくちゃ楽しみでございます。ということで、今年のミスターオリンピアまでね、あと1ヶ月と半ぐらいになりました。本当にね、続々とね、IFBB プロみんな絞れてきてるから、ここから先はオリンピアに向けたアップデートとか、まあ、まずその前にアーノルドに向けたアップデートもあるけど、本当にね、もう目白押しございます。筋肉がね、これからは輝く時期になってきますから、皆さんね、目を離さず、一緒に筋肉たちを見守っていきましょう。ということで、今日の動画面白いと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録ボタンのクリックをぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録済みにまだなっていない方いましたら、ぜひチャンネル登録済みに書いていただけますと、非常にハトクマが喜びます。また、インスタグラムやっているので、概要欄もしくはインスタのフォローからぜひよろしくお願いいたします。ではまた明日の動画でお会いいたしましょう。バイじゃ。